そのチート缶を使ってこいつを止めてくれ。このままだとお前も助からないぞ。止めるって倒すって意味だよね。もちろんだ。こいつはもう元に戻すことはできない。そんな、本当に悪いな。お前は未来から来て俺たちが完成するまで見守ってくれたんだよな。襲撃の時は俺たちを守るために家族と思ってた奴らを倒してくれた。別次元で偶然できた裂け目からお前が来てくれたおかげで俺たちは助かった。本当にお前には感謝している。しかしこの姿になっちまったらもう。え、次元を行き来できたのって偶然なの？そうみたいだ。メカクマ様は異次元空間を行き来する研究は行っていない。だからこいつを元の世界に戻すことはできなかった。いや、そんなことはどうでもいい。早くチート缶を飲むんだ。チート缶3本飲んだ相手にこの1本で倒せるかな。無理かもな。おーい、こんな怖い飲み物飲んで倒せないとか絶対嫌だからね。だが特殊能力によってはチート缶1本でなんとかすることもできる。強化されるのは身体機能だけじゃないからな。特殊能力？お湯持ち。早く飲まないとブーピーディがやられちゃう。チート缶を飲めば別のゲームやアニメのキャラの力が手に入るけど、飲むの怖いし、あとバナナ君とマヤさんが。みんなから高評価もらえないことは絶対しないでよ。そうそう、エピックから嫌われるような真似もしないでよね。いや、あんたたちがいつも一番変なことしてるんでしょ。いや、何のことかな。わからないな。ふざけんな。